はい、皆さん、こんにちは。マリーポテトのサマです。見ていただいてありがとうございます。実は私のチャンネル、最近登録者が増えました。令和6年6月8日の朝、確認したところ、登録者1000人を超えていました。その2週間後、6月22日の朝、登録者2000人を超えました。視聴者様のおかげです。本当にありがとうございます。今回はこちら、私がやっているキュウリについての話をしていきます。専門農家さんの方は、2期作、3期作と時期をずらして植えて収穫するということを行うのが普通となってきました。ですが、家庭菜園だと植える場所や様々な事情により2期作、3期作は難しいのかなと私は思います。それを踏まえた上で、私は親づる、子づる、つるの摘心はしないという方針で家庭菜園をやってます。結構込み入ってきますが、最初に植えるときに幅を取ったりすれば、ある程度、かわしていけます。では、見ていきましょう。こちら、私はアーチパイプを立ててやっています。もちろん網は張っています。これはトマトですが、縦網でやってます。やはり、網は張った方がやりやすいです。一本釣りとか言われる方法もありますが、家庭菜園で露地だとそれは少し難しいのかなと思います。では、株元の方見ていきます。こちら、私はペットボトルに灌水キャップをつけて、水や追肥を行うという方式をやっています。ちょっと寄ってみます。株元、鉢際から10センチくらい離して、まず1回目のボトルを立てます。ある程度身長くらいまで株が大きくなってきたら、そこからさらにずらします。最終的には株と株の真ん中くらいまでずらします。ずらす理由については、夏野菜の御三家と言われるナス、キュウリ、トマト。この中でナスの根っこは、縦にも横にも最強に広がると思います。おそらく水没していても生きていくんだろうなと思います。トマトについてはナスほどではありませんが、そもそも水耕栽培ができるので水漬けでもいいのかなと思います。それに対してキュウリの根っこ、やはり深くは潜りませんし、横には張って歩きますが弱いです。そこでこのようなものを使って直接地中に追肥や灌水を行います。栽培していく上で重要なのが誘引、誘導が入ってくるかと思います。どのように伸ばしていくか、摘心をしないのであればある程度覚悟してつるを引っ張っていった方がいいと思います。私はもちろんテープで留めるということもしますが、基本的に網を張っていますので、網目をつるで表に出す、中に入れる、表に出す、中に入れるで縫うようにして誘導していきます。そのことで少しでも長い間上へ上へと引っ張ってやっていきます。子づる、孫づる出てくるとどんどん管理が大変になるかと思います。ですが家庭菜園をやるという方でしたら、ある程度時間があるのかなと思うので、その辺は、まめに見て、ツルの管理をしていただければ、長く楽しめると思います。私からは今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。よろしければ参考にしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。